MLH1 は人では3番染色体に位置する MLH1 遺伝子によって行動されるタンパク質である。一般的に遺伝性ヒポリポーシス大腸がんと関係している。MLH1 はマウスや質が酵母、サッカロミセスセラビシなど他の生物でも研究が行われている。MLH1 遺伝子は遺伝性ヒポリポーシス大腸がんにおいて 高頻度で変異が見られる遺伝子座として同定された。大腸菌エスケ社古来の DNA ミスマッチ修復遺伝子であるマトルのヒトホモログである。マトルはミスマッチの認識、鎖の識別、鎖の除去の際のタンパク質感相互作用を媒介する。MLH1 の血管は遺伝性ヒポリポーシス大腸がんで見られるマイクロサテライト不安定性と関係している。 MLH1 タンパク質は DNA のミスマッチの修復を開始する一連の段階において強調的に機能する人では7つの DNA ミスマッチ修復タンパク質の一つである。ミスマッチ修復の欠陥は大腸がんの約13%で見られるが他の DNA ミスマッチ修復タンパク質の欠乏よりも MLH1 の欠乏によるものがはるかに高頻度で見られる。 人の7つのミスマッチ修復タンパク質は、MLH1, MLH3, MSH2, MSH3, MSH6, PMS1, PMS2 である。さらに、X1 依存的、X1 非依存的な DNA ミスマッチ修復のサブ経路が存在する。DNA のミスマッチは、ある塩基が他の塩基と不適切に対応した部位、または、 一方の鎖への短い負荷や、欠質のために、他方の鎖とマッチしない部位で生じる。ミスマッチは、多くの場合、DNA 複製時のエラー、または遺伝的組み換えの結果生じたものである。こうしたミスマッチの認識と修復は重要であり、まさしく行われない場合は、マイクロサテライト不安定性や、自発的な変異率の上昇が生じる。MSA12 と、 MSH6 のヘテロ2両体がまずミスマッチを認識するが、MSH2 と MSH3 のヘテロ2両体もこの過程を開始することができる。MSH2、MSH6 ヘテロ2両体に、MLH1 と PMS2 からなるヘテロ2両体が結合するが、MLH1 と PMS3、または MLH3 からなるヘテロ2両体もこれに置き換わることができる。 この二組のヘテロに両体からなるタンパク質、複合体がミスマッチの修復の開始を可能にする。DNA ミスマッチ修復タンパク質による開始過程に続いて、DNA ポリメラーゼデルタ、ピークな RPA、HMGB1、RFC、DNA リガーゼ I、さらにはヒストンやクロマチン就職因子がミスマッチ修復に関与する。 DNA 修復不全が見られる散発性んのうち DNA 修復遺伝子に変異が存在するものはわずかである。DNA 修復不全が見られる散発性んの大部分では DNA 修復遺伝子の発現の低下やサイレンシングを引き起こすエピジェネティックな変化が存在している。上の表に記したような MLH1 の欠乏の大部分は MLH1 遺伝子のプロモーター領域の メチル化によるものである。MLH1 の発現を低下させる他のエピジェネティックな機構としては、ミア -155 の過剰発現によるものである。ミア -155 の標的は、MLH1 と MSH2 であり、人の大腸がんでは、ミア -155 の発現と MLH1 や MSH2 の発現との間には逆相関が見られる。発がん素地とは、 エピジェネティックな変化、または変異によってがんが発生しやすい状態となっている領域のことである。ルビンによって指摘されている通り、がん研究の大部分はインビボでの明確な使用またはインビトロで分離された腫瘍性病相に対して行われている。しかし、ミューテーターフェノタイプを有する人大腸がんで見られる体細胞変異の80%以上は、 最終的なクローオン増殖の開始以前に生じたもので、ある証拠が存在する。同様に、ボーゲルスタインらは、主要で同定された体細胞変異の半数以上は、全主要段階において、外観上は、正常な細胞の増殖時に生じたものであることを、指摘している。上の表に記されているように、MLH1 の欠乏は、主要の周囲の発言素地でも見られる。 MLH1 のエピジェネティックな発現低下やサイレンシングが行われていても幹細胞に選択的な利点が生じる可能性は低い。しかし、MLH1 の発現の低下や欠如は変異、発生率の増加を引き起こし、変異した遺伝子によって選択的利点がもたらされる可能性がある。変異した幹細胞のクローン増殖が引き起こされた際、 MLH1 遺伝子は選択的に中立またはわずかに有害なパッセンジャー変異として保持される。エピジェネティックに抑制された MLH1 遺伝子を持つクローンが存在し続けることでさらなる変異が生み出され続けその一部から腫瘍が形成される可能性がある。ガンでは複数の DNA 修復遺伝子が同時に抑制されていることが多い。一例として 40の性細胞子と非患者の正常な脳組織で27の DNA 修復遺伝子のメッセンジャー RNA の発現の比較では、評価された27の DNA 修復遺伝子のうち13の遺伝子、MLH1, MLH3, MGMT, NTHL1, OG1, SMAG1, ARC1, ARC2, ARC3, ARC4, r a g i a 5 0 XRCC4、 XRCC5 はすべて、性細胞種の3つのグレードのすべてで大きくダウンレギュレーションされていた。これら13の遺伝子が低いグレードでも高いグレードでも同様に抑制されていることは、これらの抑制が、性細胞種の初期でも後期でも重要である可能性を示唆している。他の研究では、135の胃がん資料において、MLH1 と MGMT の発言は、 密接に相関しており、MLH1 と MGMT の創出は、使用の進行時に同調的に加速しているようである。DNA ミスマッチ修復に加えて、MLH1 タンパク質は、減水分裂時の乗り換えにも関与している。MLH1 は MLH3 と、ヘテロ2両体を形成し、この複合体は、乱母細胞の減数第二分裂中期の進行に必要であるようである。 メスとオスの MLH1 変異体マウスは不妊であり、不妊は、キアズマのレベルの低下と関係している。MLH1 変異体マウスの生死形成過程では、染色体は通常より早く分離することが多く、原数第1分裂での停止が頻繁に見られる。人では、MLH1 遺伝子の一般的な変異は、生死の損傷と男性不妊のリスクの上昇と関係している。 減数分裂時の組み換えに関する現行のモデル。日本車切断、またはギャップの形成によって始まり、相同染色体の対合と鎖の侵入が続く、ことで、組み換え修復過程が開始される。ギャップの修復によって、乗り換え型、または日乗り換え型の隣接領域が生じる。乗り換え型の組み換えは、ダブルホリデージアイクションモデルによって生じると考えられ、 右に示されている。日の替え型の組み替えはスザモデルによって生じると考えられ、左に示されている。組み替えの大部分はスザ型であるようである。MLH1 タンパク質は原数分裂中の染色体の乗り換え部位に極在するようである。原数分裂時の組み替えは DNA の二本差切断によって開始されることが多い。組み換え時には、 切断部の DNA の後末端は、ラセクションと呼ばれる過程で除去される。その後のストランドインベージョンの過程では、オーバーハングした3末端は、相同染色体の DNA に侵入し、D ループが形成される。その後、2つの主要な過程のいずれかが起こり、乗り換え型、または、非乗り換え型の組み換えが行われる。乗り換え型の組み換えは、 ダブルホリデージャンクション中間体の形成を伴う。乗り換え型の組み換えへの完了には、ホリデージャンクションの解消が必要である。出荷工墓では、マウスと同様、MLH1 は MLH3 とヘテロ2両体を形成する。減数分裂時の乗り換えは、MLH1、MLH3 ヘテロ2両体の作用によるホリデージャンクションの解消が必要である。 MLH1MLH3 ヘテロ2両体はエンドヌクレアーゼであり、スーパーコイルを形成した2本腐り DNA に一本左折断を形成する。MLH1MLH3 はホリデージャンクションに特異的に結合し、減数分裂時にホリデージャンクションのプロセッシングを行う巨大複合体の一部として作用している可能性がある。 MLH1、MLH3 ML ヘテロ2両体は、X1、SGS1 と共に解消過程を構成し、出が工母で乗り換えの大部分を形成しする。哺乳類でも同様に機能すると考えられている。ターコット症候群とも関係している、可能性がある。MLH1 は次に挙げる因子と相互作用することが示されている。ありがとうございます。